私失敗しないので、身長派吉田です。黄金のスリッパ PC を撤去して余ってるパーツで新メイン PC かっこ仮の製作を行います。前回の動画では黄金のスリッパ PC を処分すると宣言しましたが、いろいろと大人の事情で今後も続けていくことにしました。とりあえず皆様からのコメントなどを参考にマザーボードと電源を新しく発注したところです。第2章としてダイヤのスリッパ PC 製造計画を始めます。ただスリッパのマザボって入手性が良くないです。売れてないんだろうね。そんなこともあってすぐにはダイヤのスリッパ PC は完成しません。一時的に使用する仮メイン PC を作ることにしました。当分の間はゲーミング PC の下の部分で保管しておきます。制作する仮 PC は初公開の物置部屋に転がっている PC パーツから適当に選んで作ります。ベースは僕のチャンネルの初期に制作した完全ファンレス PC をベースにします。少し前まで作業スペースの PC として使っていましたが、ノートパソコンを買ってからは物置部屋で放置されてました。グラボとかメモリをつけて久しぶりに使おうと思います。使っているパーツの詳細は概要欄に書いておきますが、ケースはサーマルテイクのキューブ型ケースです。マイクロ ATX 用のケースの割には巨大なので作業性は非常にいいです。巨大なパーツも余裕でつきますが、横幅がでかいので邪魔ですね。やっぱりこの巨大な CPU クーラーが特徴ですよね。これによって CPU クーラーのファンレスを実現しています。 CPU は現行最新モデルの第8世代の Core i3-8100 です。ライゼン対応でこの世代から i3 が4コアになったので、性能的には7世代の Core i5 に近いです。一応ファンレスとか言ってますが、ケースには巨大なファンがついています。さすがに完全ファンレスは怖いので、ケースファンを回転させて CPU クーラーを冷やそうと思っています。マザーボードは MSI の H370M バズーカです。 Amazon で9000円台で売っている激安マザーボードですが、特にトラブルこともなく非常に快適に使えています。 H370 なのでオーバークロックはしない人向け、K なし CPU で定格で使う人はここら辺のマザーボードで必要十分だと思います。一応第8世代と第9世代は互換性があるので、 Core i9-9900K も使えます。まあ、こんな激安マザーボードで i9 を使おうと思っているのは僕だけでしょう。安いマザーボードの欠点は USB の数が少ないことかな。通常サイズの USB が5個です。僕は結構 USB デバイスを大量に使っているのでギリギリです。 USB ハブを使えばいいんですけどね。電源はコルセアの RM850 です。 850W の 80+ ゴールドの電源です。5年くらい前に仮想通貨マイニングをしていたんですが、そのマイニング PC 用に買ったものです。確か PC デポで売っている電源で一番値段の高いものだったと思います。本当はね、 1000W 以上が欲しかったんですが、 PC デポでは 850W が最大でした。ちなみに群馬県内で自作 PC パーツを扱っている店は PC デポと高崎駅前の山田電機くらいです。パソコン工房があったんですが潰れてしまいました。もう群馬では Amazon で自作パーツを買うしかありません。悲しいです。もともとネットサーフィン専用 PC だったのでグラボがついていません。プレミアプロで動画編集するにはグラボが必須です。今回はラデオン RX ベガを購入した際に取り外して余っていた GB の GTX1080 をつけました。 Core i3 に1080はバランス悪い気もしますが、これしかありません。あと僕はマザボとグラボはメーカーを一緒にしたい派なので、マザボが MSI でグラボが GB ってのは好みではない状況ですね。このケース4面すべてが外れます。もちろんそこも外れるので電源ケーブルをいじるのも楽です。結構こういうキューブケースって作業性が劣悪で、1回組んだら二度と触りたくない状況になるんですが、これは作業性抜群です。ただその代わりでかいですけどね。一つ懸念していたのがグラボと CPU クーラーが接触しないか。実はクーラーを取り付ける向きが間違っています。分かっているんですが、このクーラーは取り付けがめんどくさいのでこのままつけてしまいました。見てみると数ミリの隙間しかありませんが、奇跡的に当たっていません。このグラボはバックパネルがあるので、最悪接触してもショートすることはないので大丈夫だと思います。メモリはスリッパ PC のものを2本借りました。 8GB を2本で 16GB です。フル HD の動画編集なら 16GB で十分足ります。MSI さんにお願いしたいことは、メモリースロットは両側ロックタイプにしてほしいです。スリッパのマザボも Core i3 のマザボも片側タイプです。Z
でもライゼンの MSI マザボは両側タイプ、両側の製品と片側の製品が混在しているんですが、片側タイプで一回抜けなくなったことがあるのでやめてほしいです。排気ファンをつけます。 CPU だけならなくても大丈夫ですが、さすがに GTX1080 をつけたので取り付けます。ファンは Amazon で1000円以下で売っていた安物です。マザボのファン電源端子につなぐ場合は回転数のそこそこ高いものを選んだ方がいいと思います。遅いのは静かですが、早く回転させられないので排熱が足りなくなるときに困ります。早くてうるさいのはマザボの機能で遅くすれば静かになります。個人的には12センチファンで 1500rpm や 1800rpm ぐらいがいいと思う。グラボの熱ですが、このケースのいいところは立ててグラボを設置できるので上のメッシュから熱を逃がせます。天面にファンをつけなくてもグラボのファンだけで外に排熱されるので熱がこもらないです。ただ全体がメッシュなので静音性は皆無ですね。蓋を閉めて完成です。ケースのデザインは好みの問題が大きいですが、個人的にはシンプルで好きです。ただ僕の最近の好みはむき出し運用です。いろいろなケースを買いまくってきましたが、囲いなんていらねえだろうって最近思い始めています。とりあえず動作確認です。もともと作業用 PC として使っていたので Windows のセットアップは終わっています。珍しくトラブルなく起動しました。画面汚いよね。拭いても綺麗にならないんですが、焼肉しているのが原因でしょうか。 Windows アップデートと最新のビデオカードのドライバーだけ入れました。とりあえずシネベンチを動かしてみます。16スレッドの Ryzen 7や64スレッドの Ryzen スレッドリッパー 2990WX のベンチばかり見ているので、めちゃくちゃ遅く感じますね。 Core i3-8100 は4コア4スレッドなので、タスクマネージャーのグラフも寂しい感じがします。周波数は 3.6GHz です。 Core i3 はターボブースト機能がないので 3.6 までです。結果は580でした。所詮は Core i3 なのでそんなに高くはないんですが、4コア化されたこともあって第7世代の Core i5 に近い数値だと思います。ちなみに値段が安くなっている旧世代の Ryzen 7-1770 が1405です。8コア16スレッドなので当然ですが、 Core i3-8100 の3倍くらい数値が高いです。値段ですが、 Core i3 が 1.7 万円前後で、6コア6スレッドの Core i5-8400 が3万円前後、Ryzen 7-1700 の一つ上の Ryzen 7-1700X のがなぜか安いんですが、それが 26,000 円前後です。1万円アップでシネベンチのテスト結果が3倍、そしてコア数が2倍、スレッド数が4倍になります。Ryzen 7の旧世代はすごくお買い得ですよね。というかインテルさん CPU の値段高すぎますよ。どうなってるんでしょうか。去年はグラボとメモリが高すぎて自作できず、今年はインテル CPU が高すぎて自作できず、もう自作 PC 作る人いなくなっちゃいそうで残念です。僕は別にこのパソコンでゲームをするつもりはないんですが、一応 FF15 のベンチを回しておきました。フル HD の高品質です。 GTX1080 を載せているので滑らかな動きです。ただ CPU 使用率が非常に高いです。ほぼ 100% に張り付いていて、たまにカクカクすることがありました。 GTX1080 との組み合わせだと CPU 性能が足を引っ張っていますね。あと 100% 使っているので全く余裕がないです。タスクマネージャーの場所を動かすだけでカクカクします。なので PC1 台で YouTube の生配信したり録画したりする場合は、もう少し壊すスレッド数の多い CPU が欲しいかなと感じました。CPU の温度は50度くらいでした。Core i3 はもともと発熱が小さいです。純正の CPU クーラーでも全然温度上がりませんし、ファンの音も静かです。あんな巨大なクーラーをつければファンなしでもあまり温度が上がりませんね。結果を言っていませんでしたが、8032で快適という評価でした。GTX1080 の一般的な値といった感じで、CPU 性能が極端に不足しているというわけではないようです。ちなみに Ryzen 7でもほぼ同じ数値になります。ただ当然グレードが違うので CPU 使用率が低くてカクカクもしないですけどね。最後にプレミアプロの動画書き出し速度比較です。いつもの吉田特製ベンチ用データを使用して比較します。その前に編集はどうなのかというと、僕程度の動画であれば普通に編集が可能でした。若干カクカクすることもありますが、まあ許容範囲内です。一つ気になったことがあって、早送り時の挙動の違いです。
ライゼン7と Core i3 で挙動が違うんですよね。性能が低いはずの Core i3 の方が滑らかに再生される気がするんです。ここは検証不足なので、また今後詳しく調べていこうと思っています。で、書き出し時間ですが、5分の動画書き出して26分でした。ライゼンスレッドリッパー 2990WX で6分前後、ライゼン7 1700で14分前後です。ライゼン7と比べると2倍、 2990WX と比べると4倍以上時間がかかりました。まあ一時的に使うにはギリギリ許容範囲かな。まあそんな感じですね。 Core i7 や Core i9 が欲しくなります。というか i9 とライゼン7を比べてみたいです、どれくらい違うのかを。ということで、常用したいとは思わないですが、新メイン PC が完成するまでのつなぎとしてはギリギリ使えると判断しました。早速設置して、この動画も Core i3 で編集しています。動画編集だとちょっと性能が物足りないなぁとは感じます。やっぱり動画編集用 PC を組むなら最新 CPU の最上位クラスを選ぶべきだなぁと感じました。ちなみにネットサーフィンは何の問題もなく快適です。重たいサイトの Twitter もサクサクです。